じゃあどうもありがとうございました。まあよろしくお願いします。はい、ということでね、レッドバロンさん行ってまいりました。先ほどレッドバロンに行くときまではまだ決めかねていたんですが、決めかねていたというか、そのとある問題がクリアになるならそれを買うっていうのが、自分の中にあって、そのとある問題がなんとかなりそうだったんで、あとこのバイクの査定金額ね、まあ、最初にね、この間ちょろっと行った時にだいたいいくらぐらいになるかって聞いたんですよね。そのだいたいパッと見のそのあれで言われた金額が思った以上に良かったんで、うん、それなら買うよっていうことは言ったんですよ。ただ本当のね、査定なんだろう、パワーを見るのかな、ああいうの細かくね、その整備の人がね、アライメントの狂いがないかとか、そういうパワーとかね、いろいろ測ったり、そういうことをして細部までね確認する本当のね査定はまだしてなかったんですけど、今日それをねやっていただきまして、まあほぼ最初言った通りのね納得いく金額を出していただけたんで、今日はねハンコをついてまいりましたよ。よくね、今までどっかのカフェにたくさん置いてあったり、人が持ってるのだ、ちょっと見たことはあったんですけど、レッドバロンでバイクを買うとねもらえるなんか金属フィギュアというかミニカーというか、あれね、あれをいただいて今ね帰るところです。納車まではどのくらいかな、2週間から3週間、これからねぐらいかかるらしいですね。まあ、今回ね、自分初めてレッドバロンさんでバイクをね買うのは初めてでございました。今回ね、いろいろ本当初めて尽くし、初めてなことが多いですね。今までちょっと毛嫌いしていたねレッドバロンで買いました。店長さんも優しくてありがとうございました。今後もよろしくお願いします。そして初めての新車ですね。これまでね、新車って買ったことなかったんですよね。以前乗っていたフェザーは、まあ、600キロのね、まあ、新車に近いような中古車でしたけども、その前に乗ってた NC700 っていうのがね、やっぱそれも1500キロぐらい、 MT10 は5000キロぐらいでしたね。まあ、みんな新しい感じのね中古車でしたね。 MT10 もまだあと1年以上ね車検は残ってるんですけども、そんな感じ、まっさらなね新車ってのは初めてですね。うん、楽しみですね。そして今ね、レッドバロンに行く前に、悩んでるバイクが5種類5車種あったと言いましたけども、まあ、その中でも自分的には一番らしくないバイクにね決まりましたね。うん、本当にらしくない。まあそういうのもねいいかもなと思っております。まあもう査定もねしてもらったってことで、 MT10 でねツーリングはもう行かないと思いますけどもね、あとはまたその納車の時にね乗っていくぐらいで、まあ特にねトラブルもなく1年ちょっとですけどね走ってくれました。やっぱ今ね査定ねしてもらってる時にそのガレージの方でねエンジンかけて査定してるわけですけども、そのねやっぱり特徴的なねクロスプレーンのね音が聞こえて、うん、やっぱそれがね独特なんで、それがね聞けなくなるのはねちょっと寂しいなと。まあ多分次はねもっと運転のねうまいオーナーさんが乗ってくれることと思います。その次のねバイクのお披露目までは2、3週間
かかるわけですね。まあそれまでは KLX かナビでね、うん近場をちょろちょろするぐらいしかないんですけども、まあとりあえずね何を買ったかはもったいぶっておきましょう。うん、まあ自分らしくないバイクってことですね。まあそんなとこです。まあ自分もねそれが納車されるのがね非常に楽しみです。以上、今日はね乗り換えを決めて次のバイクのね契約をねしてまいりましたよというお話でした。ご視聴ありがとうございました。ではまた、バイバイ。